豊臣秀吉の時代なんですけど、もう400年余り前のその時に、豊臣秀吉が海外出兵の時に花の沖へまで来たら、船が昔の帆船やもんで船が止まってしまって、風向きが悪くなって、で花の灯台の近くにある浜へつけて花の神社へお参りして、それから海外へ出兵した時に手柄を立てて、またあの大きい来た時にまたあの神社にお参りして、その時あの村人が手を取って迎えて、その時が始まりで、それからのうちにあの神社のお祭りの時に人形芝居が始まるようになりました。普通だいたい3人で、頭と右手が1人で、左手は右手で左手を使います。これであと足と3人で一つの人形が動くんです。人形でいうのは、なんていうかな、感情がやっぱりこもらんと人形と生きてきないもんでな。これもね、やっぱり特にあの女の人の人形なんていうのは、男は荒々しくてもええけど、女の人はやっぱりこう表現がものすごく難しいので、男には出しやすいもんで、やっぱり女の人に使ってもらった方が、あの昔は男の人が使うと女の色気は出るとか言うて聞いたんやけど、やっぱり女の人の方が使うのは繊細でわしはええと思う、うん。やっぱり子供らに教えて、それを継続しても、あの人形芝居を継続してもらうことが一番大事だと思うので、それには力は入れてます。これを伝えさると、やっぱりね、なくすっていうことは簡単になくせるけど、継続ということはものすごく難しいことだと思うので、それを子供たちに教えて、ずっといつまでもあの宝としてやっていきたいと思うので。